おだすー。いやーもう天気も良くてね、お日柄がいいとはまさにこのことでございますね。今日俺雨だと思ってたら全然晴れてるわ。はい、やっぱもう晴れ男がいますからちょっと寝起きでね、あの声ガサガサなんですけど、ひどいね。実はね、昨日まで国体というね、はい、国民体育大会という各都道府県の代表選手が全国で争うというのをサッカーの神奈川県の代表にジャイアント選ばれてまして、昨日まで国体活動しておりました。その関係でちょっと完全密着とかがね、ここ2週間ぐらいですか出せなかったという感じになっております。で、昨日もね、あの試合すごい叫んだので、寝起きと叫びで今こういう状況でございますということで、今日はですね、横浜たけるのトレーニングマッチということで、東京海上日動多摩総合グラウンドに長いね来ているということで、ちょっとあの多摩のね、あのこの閑静な土地にね、はい、すごいですね、やはりね、こう財源がね豊富だということをね如実に感じさせられるそんな施設でございますね。せめてね、その人生ではあの勝てなくてもサッカーだけは勝ちたいということで、まずはどうですか、体調どうですか。あ、まあ大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、あ、いいですね、白気が入ってますね、釣れないけどね。はい、はい、ということで、じゃあグラウンドの方ね、早速行きたいと思います。はい、アップ。いやちょっとケンさん、あれだね、後期結構苦しいよね。いや、きついっすね。監督です。関東リーグで一番若手でしょ、監督として。どうなんだろうね。社会人サッカー割とね、指導者の登竜みたいなところあるから、まあまあ若い人多いけど、多分ね、最年少じゃん。最年少監督、うん、浜崎るのね、あの、ファンの方たちが見てくれてるんで、はい、やっぱりその後期勝てないところのやっぱ釈明はした方がいいかもしれない、はい、いや、ほんとあのいいご報告ができて大変申し訳ないんですけど。だけどね、チームの雰囲気はね、いいよね。選手はみんな頑張ってくれてるので、うん、まあでも今回のね、中断期間この2週間空きましたけど、そうね、チーム状況は結構あの良くなってるんですか。まずは僕としてはやりたい。あ、グラウンドついたらちょっともう、はい、あっちゃん、それさ、はい、どこのグローブ。それこれウールです。あ、それウールなんだ。はい、なんか指こそるよこれ。え、これでもさ、アブソリュートグリップってこれ結構いいやつだよね。ああ、一番かつて一番良かった上位やつ。え、今これより上あるの。あ、なんかスーパーグリップみたいなやつ。これね、俺ね、高校の時に選手権の決あ準決だ、最後の試合につけてて、はい、で、滑って負けた。ああ、だけど、滑ったのは俺の技術なんだけどね。で、アブソリュートマジでね、結構いい。めちゃめちゃいいですよ、うん、全然他社のあのグローブだけど、普通にこれはいいと思う。高いのこれ。今いくらぐらい。安かった、7500円。え、これ安。え、定価がそれぐらい。あ、定価は1万なんぼだけど。お買い物上手。買い付け上手だね。え、どこ中卒だっけ。伊藤中卒。中退か。中退、伊藤中中退です。最初だけ小卒だもんね。はい、中卒。あ、そうか、小卒だな。中学中退だから。大学院まで出てるんですけどね、僕。今日は違う。今日は絶対。あの、昨日フォワードでさ、活躍してんのよ。ええー、右往左往してただけじゃないですか。右往左往。ゲームメイクしてたよ。ゆういちさんの後継者。あれはタケルの過去だからもう。タケルの過去。タケルのレガシー。レガシー。出てきた。タケルのレガシー。ゆういちさん。今日そこにね、タケルの未来がいますから。あ、コニー。はい、今日はあのスタメンということで。あ、タケルの未来。ゆういちさんはスタメン？いや、多分レガシーもですね。レガシー。キャナイです。ちょっと声張ってもらっていいですか。あんま張れない。活躍しないからあんま声張れない。最近得点がないんですけど。そう、あのそれこそ日立戦以来ないっていう、ね、あ、そうじゃん。一時期は途中出場でめっちゃ量産してたのに。そう、だからやっぱスタメン向いてないっていう説が浮上してきましたね。あ、今日は怪我。怪我。今日もうね、応援出た。一回ちょっと打ってみます。一回じゃあキャナイ打ってみます。熱い。はい、あ、いいね。ブラボブラボ、集まりブラボ、ナイス、オッケー、イエス。あれ、スキー。あ、おお、ナイスチェイ。ぶち込んでやります。打ち込んでやりますわ。よ、ああ、腕振り。ああ、もう一回。オッケー、行きましょう。腹筋チューバー、腹筋系ユーチューバー。怪我人だからね。膝ってどうやって良くなるんですかね。膝の直し方知ってる人、こちらまでお願いします。レッツゴーサンデー、有意義な日曜日、楽しもう。シュートが一本目、一本目、下に弾くよ。頭からカバーで、ね、ビヨーン。
No burn! 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 Go! Free! ちゃんと切らせろ。ちょっとやることしっかりやろうぜ。ちょっとバナナ食べて次に紅白戦に向けて。あ、紅白戦ある、はい、バナナタイム。バナナ、おお、馬左足なのに。キャナパント、キャナ、おお、すごいすごい、見てこれ、これ、これちょっと恋さんのパントみたい。恋さんのパント、うまくないじゃない。おお、トス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 ト、うわやばっ。グー、チョキ、ポイン、はい、これ、ショー、よーっしゃー、ごめんねー、ダブル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 、グー、チョキ、ポイン、はい、これ、ショー、今日はグー、チョキ、ポイン、チョキ、ポイン、あーどうした、みんな、どうした。アリがめっちゃバックにいる、これどうしようかな。冷静に。アリがすごい。いや、アリハンターがいきました。アリハンター、アリハンター、そんなことある、そんなことあり。はい、ということで練習試合終わりました。お疲れ様です。まあ、前期はね優勝争いだったけど、後期は降格争い。去年と同じ、去年よりもはやいい調子してたのに。あ、そうだね、そうそう、去年より今悪い調子になってるけどね、とてつもないこういう山をね今下ってるんですけど、もう一回登山をねしていきたいと、ちょっと勝ち点のね山を登れるように頑張っていきたいというふうに思ってます。次が久しぶりさん、あれだ、鳩サブレで俺が大滑りしたとこ。そうそう、あれですね。まあ、次はね、あのホームなんで。鳩サブレもホームじゃホームだったけどね。そうそうそう、神奈川県だから。ということで、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。では、チャイオット。